よし、全員揃ってるな。それでは今回の任務について説明しよう。オラシオンのアナスタシアからの依頼だ。プロポゲーターを隠してもらう。何それ、まさかプロポゲーターの川ですか。その通りだ。何でも最近は売れ筋だそうだな。え、どういうこと。俺にもわからん。なんでクロコゲーターなんかが。おしゃれなマダムに人気のハンドバッグを作る材料なんです。ほう、そうなのか。詳しいな、ダニエル。そうか、これなら今回の依頼にはうってつけのメンバーだ。とんでもない。悪いですけど、僕はこの任務を降ります。バカモン、そんなことが許されると思ってるのか。ダニエル、どうしたんだよ。なんと言われてもこればっかりはできません。僕は動物が好きで、将来は獣医になりたかったくらいなんだ。もしイザベラがあんな風に、そんなの想像したくもない。 おい、ダニエル。だですよ。あのいじめられっ子があんだけはっきり言い切ったんだから。しかし、イザベラってのは誰だ。さあ。仕方ない、今回は二人で片付けるとするか。そうっすね、行きましょう。ところで隊長、クロコゲーターってどこにいるんですか。エルフ地方に生息してるって話だ。エルフ地方か、あんまいい思い出ないんだけどね。ひょっとしてあれ。ん？お、あいつだ。よし、行くぞジャック。おっしゃ。せい、ヒップ取れ。さあ、はあ、ヒップ。せい、取れ。ジャック、これでいいと思うか。どれがいいのやらさっぱりわからん。バッチリじゃないっすか。早く帰りましょう。よし、アナスタシアのところへ行くぞ。ウィス。
ここは神聖オラシオン教団アナスタシア様のお部屋です。あなた方のような薄汚い人たちがどのようなご用件？うわっ、唐突に嫌な感じ。ご用件も何もそっちが頼んだ。テアトル・バンクールのヘクトルです。ご依頼のクロコゲーターの件でもあります。少々お待ちください。ご苦労だったわね。私がアナスタシア・ライアンよ。知ってるとは思うけど、私の美しさに声も出ないよね。まあ当然だけど。もちろんです、アナスタシア様。誰が？あなたには聞いてません。まあまあ、エレナ、およしなさい。はい、アナスタシア様。それで、私をリッチにしてくれるクロちゃんは？こちらです。ねえねえ、あの人何やってんの？川を鑑定してらっしゃるのよ。アナスタシア様は素晴らしい目利きなの。本当に？ちゃんと鑑定できんの？アナスタシア様に無礼な口を聞くと、二度とお日様を拝めなくするわよ。安心なさい。クロちゃんについて、あんたしの目にかなうものはいないわ。本当かよ。エレナ。はい、アナスタシア様。かしこまりました。何これ？今回の報酬です。いくらなんでも。これはあーたね、こんな川じゃあーたしはリッチな気分になれなくってよ。本当にちゃんと見たのかよ。嫌なら持って帰りなさい。そんなもの持って帰ってどうしろって言うんだよ。ジャック、依頼人に失礼だぞ。まともな仕事をしてから文句を言うことね。はあ、戦士ギルドも人手不足かしら。はあ、ムカつく。ダニエル、お前、任務を降りた罪は重いぞ。はい、どんな罰でも受けます。それより、捕まえたんですか、クロコゲータ？当然だ、任務だからな。やっぱり。なんだよ、たかがワニじゃん。たかがじゃないよ、動物だって生きてるんだ。そんなこと言っても、お前だって肉食べるだろ。僕は肉なんて食べないよ。イザベラを見てたら、とても。おい、気になってたんだが、そのイザベラってのは誰だ？イザベラは僕の小さい頃からうちにいるクロコゲーターの名前だ。え？なんで驚くんだよ。イザベラは僕の家族なんだぞ。ダニエル、あのな、僕はこれからだってこういう仕事はやりませんからね。それでクビにするって言うならすればいいじゃないか。
ことはな。びっくりですね。とにかくタイで受けている任務は終わった。今日のところはここで解散だ。お疲れした。バカ野郎です。テアトルが何ですか。戦士が何ですか。他にもお仕事はいくらでもあるんです。こちらからお断りですよ。とは言うものの、少々ジャックさんが羨ましいですね。この声は私の心が泣き叫んでいるのでしょうか。そうじゃありませんよ。これは子供の泣き声です。声はこちらの方から。坊や、どうかしたのですか。大丈夫ですか。おじちゃん、誰。怪しいものではありません。通りすがりのものです。あなたの泣き声が聞こえたので何事かと思いまして。ママが。ああ、迷子になったのですね。一緒にママを探してあげましょう。違うよ、この子のママだよ。その子猫さんの。うん、この子のママを探してあげようとしたんだ。でもどうしても見つからなくて。ああ、泣いてはいけません。男の子でしょう。わかりました。お兄さんが一緒に探してあげます。本当？本当に？ありがとう、おじちゃん。お兄さんです。さあ、行きましょう。日が暮れる前に見つけますよ。よかったですね、子猫さんの母上が見つかって。うん、あとは坊やが母上のところに。こてつ、無事か。貴様、私のこてつに何をした。え、ことだ。すでに上の方には話を通してある。よろしくお願いいたします。ねえ、凛花姉様、大丈夫なの。このおっさんすごく鈍そうなんだけど。私もそう思う。じゃあなんで。まあ、行きがかりというやつだ。大丈夫かな。
はい、いるよ。慌てなくても今開けるってば。よかった、いた。なに、またうちの隊長が酔いつぶれたとか。そうじゃないの、今すぐ来て。どうしたのさ。シーラおばさんが大変なの。え、バーベナさんの当選金をシーラおばさん渡さなくって。バーベナさんを隣つけて、それでバーベナさんに殴りかかったの。バーベナさんがシーラおばさんに殴って。ん、もうとにかく早く。よくわかんないけど大変みたいだ。わかった、行こう。シーラさんがこんなことするはずがない。病気？怖い目をしていたよ。まるで獣みたいな。どこに行ったんだ？お金を家に持って帰ったよ。この人、戦士ギルドに連れてってくれる？俺の名前を言えば見てくれるから。でも、あの病気にかかるとすごく凶暴になるそうよ。俺なら平気、心配ないよ。気をつけてね、ジャックさん。任せとけって。さてと。シーラさん、シーラさん、いるんでしょ。開けなよ。開けろって言ってんだろ。出なきゃぶち破るぞ。もう頭きた。獣みたいだ。なんでバーベナさんに殴りかかった？決まってるだろ、私の金を取ろうとするからさ。もともと宝くじの当たったバーベナさんのものだろう。関係ないね。人のものだろうと金が欲しいんだよ。人のものを取るのは泥棒と一緒だろ。あんた、私の金を取る気だね。そうはさせないよ。将軍がやってたのはこうか。決まった。決まってねえじゃん。あっぷねえ。いたぞ、あそこだ。大丈夫ですか？ああ、余裕だ。それは何よりです。間違いない、例の病気だ。うん、早速城へ連れて行こう。城へ。我々は、
凶暴化した人間を城へ隔離するよう命令されているんです。そうなんだ。へえ。それでは急ぎますので。行っちゃったよ。でもよかった、首都をミスったの誰にも見られなくて。これは私なのか、もしかして別人。そんなはずないがな。私の声なのか。私ではない誰かが私の中にいる。よっしゃ！